東京五輪野球準々決勝日本7-6アメリカ2日横浜スタジアム。侍ジャパンがタイブレークの末にサヨナラ勝ち、準決勝進出を決め、4日に決勝進出をかけて韓国と対戦する。韓国とは長年にわたって激闘を繰り返してきた宿敵。日本のサヨナラ勝利後、ネット上は過去の因縁を引き合いに、ハマスタのマウンドに旗立てさせんな、もうマウンドに旗は立てさせない、負けたら旗刺されるぞとのコメントが続々と投稿された。野球で韓国に負けるのだけは許されない、韓国にだけは絶対に絶対に、血が騒ぐ、勝つぞと気合の投稿が続き、盛り上がりまくっている。